近鉄観光株式会社は、日本の飲食業、旅館経営をしていた近鉄グループの会社である。本社は、大阪府大阪市天王寺区上宮町2番14号に、あったが、後に、同区上本町6丁目の上本町ゆふらに転した。近鉄沿線内の関西、東海地区を中心に、日本料理店や中華料理店などの運営。 高速道路のサービスエリアやゴルフ場のレストランの運営、ホテル、旅館の運営、弁当、冷凍メンタの食品製造、近鉄各駅の駅売店事業や近鉄特急の車内販売業務を行っていた。2002年には車内販売の終了とともに弁当製造、販売から撤退。駅構内での売店営業も親会社の近畿日本鉄道へ譲渡した。また、 2006年には一部の近鉄特急で車内販売を復活したが、売店営業、車内販売とも当社は関与せず、近畿日本鉄道から近鉄リテイリングに委託の形をとっている。2010年9月1日をもって、会社分割により、レストラン事業を近鉄リテイルサービスに、旅館事業と高速道路サービスエリア事業は近畿日本鉄道を二条とした。 上渡後、これら事業のうち、レストラン事業は、株式会社、近鉄レストラン、旅館事業は、株式会社、近鉄旅館システムズに運営委託している。サービスエリアは、近畿日本鉄道直営となったが、その後、近鉄リテールサービスに上渡している。なお旅行業を行う近畿日本ツーリストとは、歴史的つながりはない。 近鉄観光時代に運営していた各事業について記載する。など社屋跡地は近鉄不動産のマンション、ローレルコート、大阪上本町となったかつて存在し近鉄観光に吸収された同盟の会社とは別。ショーレ,ンジレイクホテルを運営している株式会社ショーレ,ンジレイクホテルを称号変更近鉄レストランガイドこのサイトについてマイナス2010。20 年11月21日越覧晴海通り沿いにあった銀座近鉄ビルを使用していたが売却され現在はグッチのビルとなっている近畿日本鉄道100年の歩み P562 近畿日本鉄道2010年サービスエリア内レストラン事業は親会社の近畿日本鉄道も5カ所で運営ありがとうございます